はい、バレー。僕の持ち味はやっぱり右バッターのインコースに投げるクロスファイア気味のボールで、やっぱそれは自分がピッチャーやった時からずっと意識してて、まあ、左ピッチャー特有のボールだったりするんで、そこはやっぱ右バッターのインコースにしか有効に使って、それで抑えていくっていうのが自分の持ち味かなと思います。球種はストレートとスライダー、カーブ、チェンジアップです。やっぱ一番自信あるのはストレート。ストレート、はい、そうですね。チェンジアップがやっぱりその、まあ、三振を取りに行くときには投げるんですけど、まあ、取れなくてもやっぱ打ち取る確率が高いというか、ストレートとの球速差とか、まあ、落差を使いつつそれを有効に使えてるんで、まあ、チェンジアップが変化球の感じだったら、まあ、得意です。スライダーはまあ追い込む作業というか、まあ、カウントを取っていくときにやっぱ有効に、まあ、ストレートと違って変化、横の変化であったり球速差もあるんで、まあ、そこでまあカウントを取りに行く球であったり、カーブはやっぱり強打者というか4番、5番、3番、クリーンアップとか特にやっぱ大きくタイミングを外すというか、まあ、長打は打たれたくないときとかはまあ、あえてストライクを入れるボールじゃなくて、もう一回タイミングを外すというか、バッターを狂わせるような感じのイメージで投げてます。僕的にはもう、まあ、ピッチャーかな。いやもうホームラン自体はほんまに2、3本とかで、本当に少ないんですけど、まあ、とにかく自分がバッティングで意識してるのは、塁に出ることなんで、まあ、単打とかそういうのを意識して、逆方向のバッティングとかしぶとく塁に出ることを意識してるんで、まあ、長打というよりかはまあ1番、2番とかそういう系のバッターを意識してます、ね。まあ、野球をずっと小学校2年生から始めたんですけど、はい、ずっとそんな中でオリックスジュニアに選ばれたりとかする過程で、やっぱり将来的には高校で私立の強いところで自分に身を置いて、まあ、取り組みたいなっていうのはあったんですけど、まあ、中学の時にやっぱいろんな選手とか見て、やっぱ自分はそういう強豪私学と言われているところにやっぱ入ってやっていくのは厳しいんじゃないかって思ってしまって、まあ、それだったら、まあ、勉強もその時期ちょっとずつ成績上がっていってたんで、まあ、そういう過程でやっぱ神戸高校は一番いいから近くて進学校で、で兄も実は行ってて、そういうのも関係してて、自分はやっぱ公立高校を勉強もして野球も両立したいなっていう思いがあったんで、まあ、この高校を選んでっていうのは家庭としてあります。そうですね、今はやっぱり自分の能力とかも中学校の時とか前に比べると全然上がってきてて、数字で見たり結果として0点に抑えれたとかそういうので考えると、やっぱ今は互角に戦えてるんじゃないか、逆にやっぱそのいう人たちよりもやっぱ上を目指してやってるんで、まあ、今は そこの差っていうのはあんまり感じていないっていうのはまあ正直なと、やっぱ自分は身長も高くないし体重も重くないんで、体ががっちりとした選手と対戦して抑えていくかって考えた時に、僕は瞬発系、体をいかに上手に使って体の力をいかに全部の力を出せるかっていうのを考えて、まあ、瞬発系のトレーニングを中心にやって自分の最大限の力を出せることに執着して、まあ、そこの差を見ようと思いました。 50m でも 6.4 とかジャンプとかもやるんですけど、そこの高さは多分、まあ、チームでも負けないかな。ピッチャーだったら日ハムの山崎福也投手、左のがいると思うんですけど、まあ、体格差とかは全然あるんですけど、その力感とかスピードにこだわってないところ、
っていうのは自分に似てるのかなっていうので、まあ、ピッチングとかよく見させてもらって勉強させてもらって、バッターは、まあ、特にいないですけど、まあ、イチロー選手とか理想のバッティングというか、自分もああいうバッティングしたいなっていうのはあります。大変です。平日はだいたい3時半ぐらいに始めて、まあ、だいたい6時半ぐらいなんで、できて3時間かなっていうぐらいです。そう、平日は基本そのまま塾に行って勉強して帰ってお風呂とご飯食べて寝るみたいな、まあ、僕は食事とかもやっぱり遅い時間にとると体に良くないのかなって、うん、アスリートとしてそこはまあ考えようと思って、10時半ぐらいまでには食べ終わるイメージで塾は出てます。基本平日は行ってます。いやでも高1の時とかは全然慣れなくて、やっぱしんどいなっていうのがあったんですけど、受験生っていうのもあって、周りのみんなが頑張ってるんで必然的に自分もやらなあなって思って、今は別にそんなクリアない。でもや、まあ、土日とか含めたら野球の方がやっぱ時間は割いてるんで、野球は6、勉強4とかぐらいかなと。今はもう全然自分の実力に満足してないというか、このまま実力じゃやっぱりまだ上のレベルでは活躍できないっていうのは自分で自覚してて、なんでまずは夏の大会、本当に自分が活躍することよりもチームが勝つことをほんまに本当に優先してやりたいし、その中で自分もレベルアップして大学でも活躍したいっていうのがあるんで、まあ、今の現状に満足せずより高いレベル目指してやりたいなって。ラストはい。